ニルス・ヨーラン・ダービド・マルムクビストは、スウェーデンの言語学者、中国学者、ベルンハルド・カールグレンの伝記を書いたことでも知られる。中国名は、バエツゼン。1985年にスウェーデンアカデミーの会員に選ばれた。1988年にヨーロッパアカデミーの会員に選ばれた。マルムクビストは、ヨン・ショーピング市に生まれ、1944年に、 ウプサラ大学に入学したが、2年後に、ストックホルム大学に移り、ベルンハルド・カールグレンに中国語を学んだ。ロックフェラー財団の奨励金によって1948年から2年間主戦省で方言調査を行い、1951年に、ストックホルム大学の学位を取得した。1952年に、ウプサラ大学の講師の職に就いた。 1953年から1955年までロンドン大学の東洋アフリカ研究学院で中国語を教えた。1956年から1958年まで北京のスウェーデン大使館で働いた。1959年にはオーストラリア国立大学に移った。1965年からはストックホルム大学の中国学教授を務め、1990年に 体感した。マルムクビストには、西南緩和の四川方言を研究した論文がある。他にスウェーデン語で書いた中国語の音声、文法に関する著書がある。マルムクビストには、春秋九葉伝え春秋国領伝の研究がある。マルムクビストは、西遊記、水古伝などをスウェーデン語に翻訳した。1980年代以降は主に現代。 中国文学を対象とするようになり、老舎、者、陳十文、高幸健、李英、北島、古城、宋の健、賞金らの作品を翻訳した。マルム・クビストは1985年以来、スウェーデンのアカデミー会員として、ノーベル文学賞の選考を行う18人の一人である。1988年には、陳十文が、ほぼ受賞者に決まっていたが、その年に、 陳十分が死亡したために受賞を果たせなかったという。2012年にバクゲンがノーベル文学賞を受賞したとき、マルムクビストがバクゲンの作品の翻訳を行っていたために、スウェーデンテレビによってこれが候補者に利害関係を持つ者を審査員に含めてはならないという規則に違反しているのではないかと批判された。これに対してスウェーデンアカデミーのペーティル・エングルンドは、 返答を送り、専門的な知識を得るために、丸クビストは必要であり、受賞時点で出版社と何の契約も結んでいないから規則に従って行動しているとした。ありがとうございます。